メでしょ。まだダメ。前田さんまだダメって言ってたんだね。まだダメって言ってました。何回で言ってたんだね。はい。今回は武田塾を奈良校舎やっていただいている株式会社クローバー寺林社長とストックさんの山本さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、山本さんが、目指すのは、仕事ができそうな上本さんじゃないと、寺林オーナーとか原山オーナーとか遠藤オーナーならまあワンチャンいけそうなイメージが湧くみたいなね、そんなに悪いことは言ってないですけれども、イメージが湧くとね、おっしゃってましたんで、遠藤オーナーが前回ね、山本さんと対談したように寺林オーナーにも来ていただきました。山本さんがワンチャンなれるんじゃないかと思われてる寺林オーナーです。ワンチャンなれそうですかね。目指そうと思ってるだけですけどね、はい、上本くんにはなれそうだけど寺林オーナーにはなれそうだということでよろしいでしょうか。山本さんにはなれなさそうですけど寺林さんならば上本くん能力高いから。そうそうそう、俺はそんな能力高い。能力高くないとは言ってないんですけど なれるかもしれないと。どうですかバナナの調子は。バナナはですね、まあ、結論まだオープンできてなくて。おなんでオープンするって言ったらいつですか。予定日はいつだったんですか。予定日当初確か4月とかその辺だったと思うんですが。いいですね、はい、そんなね。本部の説明が違ったの。いや本部の説明は違くなかったんですけど、うん、なかなか僕の準備の段取りが悪くてですね、うん、こうオープンできないといった状態というか、まあ、このままオープンしても何にもならんぞみたいな、誰も来やんぞみたいな状態だったのでずっとオープンができてない状態です。なるほど、はい、店舗ビジネスね、いろんなアクシデントがつきものですかね。寺林さんどうですか。はい、僕と同じぐらいの多分能力だと思う。いやそんな そういう準備力かなって思ってる。準備力そうですね、準備力が足りず。寺林さんが見てどの辺が山本くん今回ダメだったんですかね。今の話準備力だと思うけど、年収チャンネルでもね、なんか曲がりでバナナのね、店舗の開発の様子放送されてましたけど全部見ました。あ、見ました、はい、僕見てないです。どんな感じなんですか。なかなか山本くんのあのタヌキの革残用っぷりがすごかったね。そうですね、なんか僕の想定売上配数と鴨本さんがその場で試算した配数がなんか倍くらい違うみたいな。絶対に出ねえだろみたいな。そうなんですよ。それとかもオープン前に撮って、あ、じゃあこれまだまだ無理やなみたいな感じでそのままズルズル行き、このままじゃ無理なんじゃないかと諦めかけました。ほうほう、諦めかけたんですが、もう撤退しようかと、オープン前に撤退しようかと。面白すぎてやろ。オープン前に撤退しようかと悩んで、悩みに悩み抜いた末加盟してるのに撤退。そうです、オープンせずね。そうです、だからね、それをさ、フランチャイズチャンネルで実況中継したらさ、そのまま話しちゃったらさ、前田さんがね、そうなんですよ、ね、そんなまんまちゃうみたいになっちゃうよ、それはね。そう、だからさ、でも、もう一回言うんですけど、うん、前田さんのところのビジネスは何も悪くなくて、うん、僕の準備不足でしかないんですよね。本当？本当です。前田さんが儲かる儲かるって、実際はさ、山本くんがいい人だからかまってんじゃないの。そんなことない。ビジネスモデルが問題なんじゃないの。周りの人全員に聞いたら満場一致で僕が悪いって言ってるんですよ。それなのに寺林と遠藤と原山は超えれるみたいな。いや、超えれなんか言ってない。目指す方はそっち路線っていう話でしてね。結論まだ諦めてなくて、ほう、僕がやるから悪いんだと、やる人変えたらいいんじゃないか、ほうってなって、山梨県にですね、僕の知り合いがいるんですけども、ほう、その人がその人にもう全部任せました。お金は山本くんが払って担当がその人になるってこと、はい、そうです。人雇う、人雇うというか、まあ、レベニューシェアみたいな形で、ほう、なので、まあ、普通だったら山梨に店舗構えるってなったら店長を雇ってその人にお金いくらか払わないといけないんですけど、うん、僕の場合レベニューシェアなのでその人にはお金は利益が出たら払うっていう形になる。だからまあその人一見かわいそうなんですけど、まあ、了承してるので。なるほど。寺山さんどうですかここまで。はい、まあ、僕も失敗するなった経験はあるので。あ、はいはい、それは不可抗力だったんですよ僕の場合は。はい、武田塾クラシック校っていうのをオープンするときに、うん、クラシックで水害があって建築物が建たないからどんどんずるずる遅れて、はいはい、春開校が夏開校になって生徒数が集まらなかったんですよ。なるほど。あったんだけど、でも準備力がなかったそれで次山梨、今度は準備万端で、今度は準備万端だと思います。このちょうど撮影の後に
あのバナナの社長の前田さんに、こんな準備で大丈夫ですかっていうのを聞きに行って、前田さんが大丈夫でしょうって言ったらオープンする段取りですね。 まだ足りないって言われたら、まあ、またオープン日はずれると。いやけどそのさ、東京都内のさ、新宿にオープンしようとした店舗もさ、一応前田さんがいいでしょうって言ったんじゃないの。いや、いいでしょうって言われてない。言われてないの。言われてない。まだダメ、まだダメって言われてました。なのにちょっと進めちゃったの。まあちょっと試しにプレオープンしちゃったりとで、勝手にプレオープンして怒られたんですけど、プレオープンしたらあかんねやみたいなそういう学びが。まだダメ、前田さんまだダメって言ってたんだね。まだダメって言ってました。何回言ってたんだね、はい、それでプレオープンしたの。プレオープンしました。武田塾でさ、研修終わってないのに校舎試しに開校してみたみたいなもんでしょ。あ、まあ、そうです。もう規模は違うにしてもさ、はい、なんでそれをしちゃうの。いや、なんか試しやったらいいかなと思って先走りか、頑張ってんだ。これはすごいね。いや、そうなんですよ。武田塾だったら D 校舎判定ってもう罰金だし、すごいよそれ。そうなんですね。普通じゃ考えられないことをしてしまう。ちょっと緩いフランチャイズだからダメだよって怒られて住んでるけど。だ、今笑いながら話してましたけど、うんうん、あの普通にヤバいことをしてました。そうだよね、はい、前田さんは怒ってなかったの。ちょっと怒ってました勝手にオープンしちゃダメじゃんなんて、ちょっと言われました。ちょっと待って待って、めちゃくちゃ面白いよね。勝手にオープンしちゃダメじゃんって言ったの、はい、めちゃくちゃ面白いそれ。なんでオープンしてんのって。え、いや、ちょっと試しにみたいな感じで。試しにって。いや、笑ってますけど、僕、裏でだいぶ反省してます。後で聞いてみましょうか。あの、竹村さんに過去にさ、試しにオープンしてみましたって人が歴史上いたかっていうのは。すごいよね、寺前さんね。いや、驚きです、ね。すごいよね。勝手にプレオープン。ねえ。申し訳ない思いで。これも結構面白いと思うよ。面白い。いや、そう。面白いと思ってオープンしたわけじゃないですけど。いやいやいや。ほんまに試しにオープンしてみただけなんです。いや、だけどなんていうかな、この、一応さ、自分も山本くんが優秀だと思って、ね、ストックさんのね、あの、ね、いい大学も出てるじゃないですか、はい、それでやっぱバナナのこの実況中継をしたら面白いかなって思ったんだけど、なんか俺も人を見る目がないみたいになっちゃうじゃんこれだと。しかもストックさんの看板に傷をつけるとか。そうだよね、だっていろいろな人に迷惑かけてる。そうだよ、ストックさんにお仕事依頼したらさ、勝手にプレオープンしちゃう人来ちゃうってことじゃんお仕事任せられないってなっちゃうよこれ。でもこれは実はですね、ストックさんとして受けたんじゃなくて僕個人で受けてるんで。同じ人来るでしょどうしても株元さんのところにさ、あの発注したらさ、山本くん以下みたいなのが仕事の担当で来るの。いや、僕があの一番そこなんです。そんな山本に超えられるって俺と言われてどうですか、山本さん、あの見てて。いや、目指すのは自由じゃないですか、これは。山本くん今後どうしたらいいですか。